はい、こんにちは、ぼちゃ N です。マリメ2やっていきます。今回最初のコースはただ扉に入るだけのコース、 Just enter the door。 上手い人はバネを使わずに簡単にクリアできるかも。クリア率 8.69% ですね。割と高いな。バネを使わずに、じゃあ上手くなかったらバネは使いましょうってことか。はい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 。え、あのバネ使うん？ちょっと待って、ギリギリのところで、はい、あみんな思ったよねそれ。うん、思ったよそれ。こんぐらいで、あ、もうちょいかな、もうちょい端っこに乗せていいんか。ちょっと待って、ここら辺、おい、もうちょいいけるな。ちょっと待って、おい、もうちょい、行き過ぎ問題。はい、ここ多分ね、こんぐらいでいいでしょう。ちょっと、マジ？だから逆にバネの使い方がわからんだけど、わあ、こんぐらいか。ああ、マジか。え、どうやって入るんやろ。あ、そういうこと？ちょっと待って、こうか。あ、ちょっと待って。俺これ苦手なんだよな。よし、これでいいんだ。よっしゃー。俺あれ初めてしたんだよね。あの物を下に落として、あの上に乗るってやつ、初成功、イエーイ。はい、終わりです。はい、次のコースは多分これも一発コースなんやけど、ピンチをチャンスに、地面に着地せずクリアしてね、やっていきます。いや、サムネがすごかった。なんかもうわちゃわちゃしすぎとった。えげつね、あれは。ああ、いや、そうだよね。はいはいはい。ええ、ちょっと待って。ちょっと待って。あのね、なんかね、キノコがおるんよ。あれ、どうやってあのキノコ取るんや。ちょっと一回何もせず。あ、すごい。ちょっと。じゃあ、最初動かんでいいんや。動かんで、で、こっから、こうよな。こういうことやな。オッケーオッケー。あ、コース出ちゃった。まあ、これでクリアしていきましょう。はい。ちょっと待って。あー、マジか。割と、行ききらんな、あそこに。ちょっと、むずい。この竜巻の動きが難しい。なんか多分、ちょっとさ、早めにジャンプして、はい。こんな感じで行きたい。けど、絶妙に行けねえんだよな。あ、来たー！オッケークリアだぜ。はい、次のコースは、冷え冷えあちちアイランド。ファイアブロスに雪を溶かされる神秘の島を救う。アイロー雪原 EX ファイアボールに気をつけて。読みづらいです。とても。漢字を使ってほしい。さあ、冷え冷えあちちアイランドやけんね。まあ、氷のスキンで、まあ、あっちあっちが、あ、そういうことね。はいはいはい。うわ、きついな。俺、こいつ苦手なんだよな。敵キャラでさ、このハンマーブロスみたいなやつが一番苦手。はい、キノコはゲッチュしていく。ほい、進んでいきたいところであるが、踏めないと。で、ここら辺は、はい、怖いけん、ちょっと。はい、タイミングを見計らっていくということであろう。うわー、やだ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 。あのさ、意味不明なジャンプが嫌いなんよ。あ、危ね。あ、え、ちょ、待って待って、危ね。危ね、危ね。そろそろちょっとキノコ欲しいよ。うわ、デブい。うわー、マジか。当たってんだ、今の。このキノコをさ、どこまで維持できるかが勝負の決め手だという
フラグ回収をしましたね。辛すぎだろう。もう、早いよ。なくなるの早いわ。こうだよな。はい。あ、でかいの普通に倒せるんだ。コインとかガン虫やけん。うわ、なんこれ。なんこれ。やだ。はい、入ってく。中間あっていいんじゃない？あ、ありがとう、中間。はい、幅飛びからの、ファイヤーボールないですか？敵だけファイヤーボール使うのせこくないですか？俺にもファイヤーボール分けてほしい。わ、これ嫌なやつやん、これ。はい。あ、はいはいはい。入ってく。で、わー、嫌だ嫌だ。なんかね、こういうさ、どういう跳ね返り方するか分からんやつ嫌いなんよ。あ、嫌だ嫌だ嫌だ。分からん分からん。これ分からん。あれ？これもしかして。ちょっと待って。キノコがないとあかんやつ？いや、大丈夫か。はい、ゴール、イェイ。いいコース、いいコース。楽しかった。イェイ。はい、次のコースは、ノコノコか、全自動。のんびりまったりと、ノコノコかに乗ってゴールを目指す全自動コースです。やっていきます。まあ、誰もチャレンジしてないね。俺が初チャレンジだよ。なんか、初チャレンジって嬉しいけど、なんかちょっと不安でもあるよね。なんか、大丈夫なんかな、みたいな。さあ、俺何もしてないけん。まあ、これで全自動で進んでいくっていう感じだと思うんやけど。はいはい、ノコノコカーに乗ってこう進んでって、はい、ドンケツ落として、はい、ハテナブロックじゃ、びっくりブロック入って、はい、バネに跳ね返され、ドッスンを華麗に回避していく。で、回復、おい、すげえ。はい、えい、わー、わー。絶妙な神回避やね。いいね。いいね、神回避やね。ノコノコカーのさ、このほら、耐久をちょっと心配やけどさ。おい、おい、おい。当たらんのや、絶妙に。お、すげえ。はい、入ってく。で、あ、こっち出るんや。で、進んでって、はい、ぴょんぴょんして、ぴょんぴょんして、あ、そっち側もなんかあるんや。うわ。はいはい。え、どこ進んどんあ、コンベアがあるんやな。はい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 。で、それで、あ、はい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 、またどこの子かに乗り、なんかこのさ、プロペラとかスキンはさ、ただ飾りみたいなやつやね、多分。全自動やけ。はいはいはい。はい、次、キラー放題なり。なり？あ、もうこれなんかそろそろゴール感出てきたね。クリフォーになり、はい、ゴール。え、すげえ。すげえな、このコース。イェイ。はい、最後のコースはワールド 2-6、熱いアイボール、レッドヨッシー。やっていくぜ。なんか熱い性格のレッドヨッシーと再会しました。情熱のファイヤーで敵を次々と倒していきますっていう。なんか、この説明にちょっと期待感を持ってやります。もしかしたらめちゃくちゃ楽しくないコースかもしれん。さあ、やっていきましょう。シュンさんのコースですね。俺なんかプレイヤーの名前も言っていこうかな、今度から。プレイヤーってコース作った人か。そっちの方が嬉しいよね。さあ、はい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 。わ、すごい。こういう感じで、ちょっと、はい、敵も上がってくるから、避けづらいよっていうコースだね。あ、ここにいるんだ。はい。ヨッシーどこおるんやろってずっと思った。はい、これで倒していこうってことだよね。ちょっと待って。待って、ヨッシーおらんくなったらダメじゃね。あ、待って、ヨッシー、ヨッシー、ヨッシー。ヨッシー、こっち来て。はい、はい。よし、鍵コインいるんかな？あ、ちょ、待って、ヨッシー。ヨッシー、ヨッシーおらんくなったらマジダメって。あ、ここにもあるんやね。はい。さあ、ここもちょっと見ていく。これちょっと気になるよな、この下の。わかるかな？ここにね、なんか、レンガブロックあるんやけど、ちょっとヒップドロップしてみようかな。あ、できんのか。
あ、入れたよ。はい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 。これ俺、あ、あ、気持ちいいね。気持ちいい。これは気持ちいいよ。はいはい。はい、戻ってく。鍵コインさ、俺これ使うんかな？なんか使う疑惑あるよな。最近あんま信用してないよな、鍵コイン。ああ。このさ、リフトによってなんか敵がめちゃくちゃめんどくせえっていうか、ほら、怖い。語彙力ないよね。全然語彙力ねえわ。ここも入れるってことか。ここも鍵コインがあるって感じかな。あれ？鍵あった？あれ？鳥、あ、いや、もう、ちょっと待って、鍵作ってんだ。しまってしまった、なんか勘違いしちゃった。あと1個取らないかんと思ってしまった。これで？これはさ、ファイヤーフラワーなんじゃない？はい、こうでしょ。イエーイ。そう、ずっと思いよった。なんでファイヤーフラワー出てこんのやろうって。いや、絶対ファイヤーフラワーで倒した方が早いやんってね、こう、3つのやつで。キノコしか出てこいやんって。イエーイ。の割には当たらんのよな。あ、これ上行けるんじゃね？あ、やべ、捨てちゃった。よし、じゃあね。あー、一緒にゴールだ。イエーイ、なら終わりです。